ホイール式ピッチングマシンピッチングマシンは投手に代わり、自動的に投球を行う機械である。野球やソフトボールの打撃練習をする際に用いられ、機種によっては、球速や球種を変化させることができる。トスバッティング専用の機種のことは、トスマシンと呼ぶ。チャールズ・ハワード・ヒントンが開発した、火薬式ピッチングマシン登場1897年。 数学者のチャールズ・ハワード・ヒントンは、プリンストン大学野球部のために、火薬式ピッチングマシンを開発した。しかしこの機械は、数件の事故を起こしたため、ヒントンは、同年のうちに大学を免職になってしまった。しかしながら、この機械は、火薬量を調整することによって、急速を調整することができ、さらに発射口に、ゴムで覆った鉄製の突起を取り付けることによって、 カーブを投げることもできた。ヒントンは、その後1900年まで、助教授として働いたミネソタ大学にこの機械を紹介した。1909年までには、アーム式の機構を持つ、クリケット練習用のものが開発されており、1921年までには、エアー式のマシーンが開発された。ただ、空気銃の応用の原理で、 実用化にはほど遠いものであった。1947年には当時ロサンゼルスドジャース、GM であったブランチリッキーが、プロのキャンプに、アーム式ピッチングマシーン、オーバーハンドジョーを導入した。1958年には、関東学院大学、斎藤八代講師が、形式 k SP 型及び、形式 AR 型をカタパルト式で発明した。 1>, 1分間に12球の直球を投げることが可能である。重要なのは変化球を投球することが可能となったことである。機械遺産109号に認定された。1993年にはスクリーンに映し出されたプロ野球の投手の投球フォームに合わせてボールを発射し、あたかもプロ野球の投手と対戦しているかのような疑似体験ができる機種が開発された。 2010年9月23日放送のザ・人類の極限賞できる ?OR できないで、駒田徳博がエアー式ピッチングマシン、トップガンの時速 250km の球を打ち返すことに成功。続いて、時速 290km に挑戦したが三振。見なきゃよかった、惜しい、惜しくないも感じないのと感想を述べた。 2013年10月27日放送のガッチリマンデー。でトップガンが紹介され、初速時速4 0 0トル終速時速3 6 8トルの弾を投げた。軟式球の重量1 3 6ム初速時速4 0 0トルとして計算すると、エネルギーは8 3 8ル日本の警察が採用している拳銃 H& KP2009X19mm パラベラム弾のエネルギー494ジュールを超える。市販の製品は安全のため、時速 170km までしか出せないように、リミッターがかけられている。消防防災ヘリコプターに搭載され、消火弾を打ち込む用途などにも応用されている。2014年8月27日放送の水曜日のダウンタウンで山崎武氏が、 トップガンの時速3 0 7トルに挑戦したが、打ち返せなかった。弾が見えない、反射神経で追えない、適当に振って当たることはあるかもしれないけど、人間の反射神経で打ちに行ったら、絶対に打てないと感想を述べた。番組の結論としては、時速3 0 0トルの弾は見えないので、バッティングの練習にはならないが、ちょっとやりすぎたぐらいが面白かったりもするとなった。 ピッチングマシンには様々な機構、デザインのものがある。カタパルト式、アーム式、ホイール式、エアー式があるが、最も一般的なタイプはアーム式のものとホイール式の2種類である。近年、圧縮空気を使用するエアー式のものが次世代型ピッチングマシンとして開発され、市販化に成功した。バネの力を利用するアーム式のものは、 打撃タイミングが取りやすく、実際の投手の投球に近い感覚で打撃練習ができる。しかし、様々な球種を投げることができず、オーバーハンド投手の球筋しか再現できないという欠点がある。一方、一つから三つの車輪の回転力を利用するホイール式のものは、様々な球種や球筋を再現することができ、また発射口の角度を変えることによって、 フライやゴロの打球を再現し、守備練習を行うこともできるが、高速回転するホイールに指を巻き込んで怪我をする恐れがあったり、打撃タイミングが取りにくいという欠点がある。エアー式ピッチングマシンはコントロールが良く、機械的可動部が少なく安全性に優れるが、発射音が大きいという欠点がある。急速の設定や、吸収の設定などを変更する際、 長らく手動による調整が行われていたが、2010年頃から自動制御技術を利用した製品が開発されるようになった。自動制御マシンでは、ボタンやタッチパネル等により、吸収などを選択すると、そのボールが投げられるようマシンが、モーター回転数や発射口の調整を自動で行うため、使用者は、煩雑な手動調整を行わずに済むようになった。 自動制御方法にはあらかじめ記憶した設定を呼び出す方式のほか、ニューラルネットワークを利用した方式のものもある。ピッチングマシンは打撃投手を必要とせず、少人数でも打撃練習ができるため、野球とソフトボールの練習に広く使用されている。また、ピッチングマシンと網を設置した場所のことを、バッティングケージといい、娯楽用のバッティングケージのことを、 バッティングセンターと呼ぶ。打者は、バッティングケージや、バッティングセンターを利用することで野手の協力や、球拾いをすることなく多くの投球を打ち返すことが、できる。また、まだ肩や肘の関節や筋肉が、発達段階にある、小学校レベルにおいては、野球中などのスポーツ障害を予防するために、ピッチングマシンを用いて試合を行うこともある。価格は、 数千円のものから数百万円のものまで様々である。以下のメーカーがピッチングマシンの製造販売を行っている。ヒントン、チャールズ、A メカニカルピッチャー、ハーパーズ・ウィークリー、マーチ20、1897、P301 から302、シアラ・サンジブ、フィジックス・イン・ハイヤー、ディメンショナル・マニフォールズ、ウア・スペース。 p5https://hdl.handle.net/.10012/.1276 ヒントン。チャールズ、ザ・モーション・オブ・エイ・ベース・ボール、ザ・イヤー・ブック・オブ・ザ・ミネ、ね、アポリス・ソサエティ・オブ・エンジニアズ・メイ、1908、P1828、ポピュラー・マシン1909年。ポピュラー・マシンズ1921年。 スピーキング・オブ・ピクチャーズ・ライフ1951年7月2日号。機械遺産 HP-2021 年10月31日閲覧。株式会社、キンキプレスコイン格儲かる、世界記録。世界一の、ピッチングマシン。2013年10月27日、2014年8月28日、閲覧。 本当にあった魔球ジャイロボールマシン自身作でも、なかなかウレンヤー式ピッチングマシントップガン、金沢発、人工知能搭載ピッチングマシン、ダルビッシュ選手の変化球も、自在に、足立雄二、小連れアメリカ留学落第気分芸者、2005年、ISBN978 から48億3558万8285、P57 から58、 在位50年祝典に反対過激派が嫌がらせか、朝日新聞1976年10月13日、長官13番23面ありがとうございます。